ばんは。5月1日水曜日のあったです。ここからは県内ニュースをお伝えしていきます。245人が犠牲となった能登半島地震から今日で4ヶ月です。県内ではこれまでに10万棟以上の建物に被害が確認され、各地では復旧復興に向けた作業が進められています。こうした中、珠洲市では今日からすべての住民を対象にした公費解体の申請受付が始まりました。珠洲市での公費解体の申請はこれまで緊急性の高いものを優先し行われていましたが、今日からはすべての住民を対象とした受付が始まりました。公費解体は地震で全半壊となった住宅などを自治体が所有者に代わって解体・撤去などを行う制度で、珠洲市ではおとといまでに1747棟の申請が行われています。解体の手続きする前にちょっと相続人がいるので、その書き方とかをちょっと聞きに来たんですけど、なるべく早く手続き済ませないと、やっぱりね、たくさん件数があるそうですので。とりあえず5月1日からしてもう私もうあっさりしてます。なんか一つ前に進んだかなと。珠洲市では書類の不備や相談などで2時間待ちとなるケースもあったため、窓口を4つから8つに増やし対応しています。また相談専用の窓口を設けることで混雑を解消したいとしています。スムーズな手続き本当はお願いしたいというところで、事前に書類の確認ですとか揃えていただいて来ていただけるととても助かるんですが、もう全然わからないということであれば気軽に相談していただければ、こちらの方でも相談ブースで対応できますので、お気軽に来ていただければと思っております。一方で七尾市では公費解体が始まりました。七尾市生駒町一本杉通りに位置する中山薬局、今日市の職員や解体業者、社長の橋本秀和さんが公費解体に向けた確認作業を行いました。1日か2日品物を取り出すタイミングを設けると思うんですよ。ちょっと見てみないと分かんないんですけど、できるところとできないところがあるんで、ある程度はやっぱちょっと諦めてもらわなならんところも出てくるとは思います。店舗は1階部分が崩れたほか、隣接するビルも傾き、いずれも罹災証明で全壊の認定を受けました。思い出の詰まった店舗、橋本さんは複雑な気持ちを抱える中でも4ヶ月が経ち前に進みたいと話します。あっという間の4ヶ月ですけど、今日迎えることができて本当に幸せです。諦めていかなければならんと思うんで、これは天才ですんで、諦めて次に進まなきゃいけんと思っております。七尾市では明日までに9つの建物の立ち会い確認を行い、ゴールデンウィーク明けから着工を目指すということです。さて、県ではおよそ2万2000棟の建物で公費解体が想定されると推計しているんですが、こちら先月22日時点で申請があったのが8528棟でした。これまでに244棟が着工しています。一方、緊急解体を含めて公費での解体が完了した建物はいまだに88棟と申請棟数のおよそ 1% にとどまっているんです。生活再建の一歩となる公費解体、早期の復旧復興へ向けてより一層の拡充が求められています。地震から4ヶ月が経ち、季節が冬から春、そして初夏へと移り変わる一方で、被災地では依然として4600人余りが避難所での生活を続けています。長期化する避難生活、ネックとなっているのは長引く断水の問題です。輪島市大野町です。こちらの住宅街ではすでに水は来ているということですが、道路を挟んで反対側のあちらの住宅では4ヶ月が経った今も水は来ていません。輪島市中心部から東におよそ2キロ離れた大野町、
歩道の横には仮設の水道管が設置され、日常を徐々に取り戻しつつあります。しかし同じ地域でも復旧状況には差が生まれていました。この在所でもちょっと山手の人はみんな水道が来てないから帰れない、臨時的に道路の上に青い缶引っ張ってなんとか水だけ出そうということで今出しとる状況。輪島市では当初4月初旬に解消予定だった断水の復旧は今月末に延期され、市内およそ1420戸で現在も断水が続いています。大野町で避難所に指定されている鴻巣小学校、おととい時点で34人が避難生活を続けています。小学校には給水所のほか予約制で利用できるシャワーや洗濯機も設置され、この日も住民らが洗濯に訪れていました。で一番困るのはさ、もうまだ4ヶ月じゃない、倒壊したうちも全然片付いてないし、これ水も来ないし、で情報もあんまり以外に入らないし、何しとるんだろうと思うわ。ね、4ヶ月も経つのにっていう思いがやっぱり、イライラするわ。大野町に住む76歳の女性、息子と2人暮らしの自宅では断水が続いていて、台所のレバーを何度上げ下げしても水は出ません。発災から4ヶ月が過ぎる今も食器などもバケツに溜めた水で洗っています。これはほら掃除したりとか、ちょっと汚い茶碗のところのほら最初で汚れ落とすのに使ってる。二次避難先で水が通れば戻ると話す住民も多い大野町。一日も早い被災者の生活再建に向けた取り組みを進められるかが大きな課題です。地震の影響で閉鎖が続いていた金沢21世紀美術館の人気作品スイミングプール、今日から地上部分のみ無料で開放され、多くの来場者でにぎわいました。金沢21世紀美術館の顔、スイミングプールの展示が今日から再開。待ちに待った方が続々とプールの周りに集まって写真を撮って楽しんでいます。今日展示が再開したレアンドロ・エルリッヒのスイミングプール、プールを地上と地下の両方から鑑賞できる作品で、美術館を代表する人気スポットです。ずいぶん深いプールじゃん。美術館は元日の地震で天井のガラス板が剥がれ落ちるなどの被害を受け、およそ1ヶ月間休業。無料ゾーンの一部で2月に営業を再開しましたが、有料の展覧会ゾーンは現在も閉鎖されています。地震で見れなくなってたって聞いたので、なんか見れて綺麗だなと思って、大ボッキー目的の一つではあって、はい、なのでよかった、上からでも見れてよかったです。写真とかで下から人が映るっていうのがこの場で見ただけでちょっとまだ想像がつかないので、ぜひ下に人が入った状態でも見に行きたいなと思ってます。はい、今日再開したのは安全を確認できた地上部分のみ。来場者からは地下に入れないことを残念がる声も聞かれました。 I never saw this before. I thought it was very interesting to go inside, but it's impossible. So? 下がね、人がいるとね、わーってなるけどね、ただのプールだと思って感じですけど、でも見れてよかったんじゃないですか。はい、またこれで一歩日常に戻ったなというか近づいたなというのが今日の今朝の感想です。本来ならば上と下を開いてこのプールの作品というのは完成するんですけれども、まずは上だけ開くことによって、お客様に多少なりとも満足度を高めていただきたいと思っております。金沢21世紀美術館は来月22日に全館での営業再開を予定しています。
地上が開放されただけで訪れた人にとっては全然違うでしょうし、はい、あとは下に入れる日がいつ来るかですよね。本当ですよね。今日は午前10時のオープンと同時に待ちわびた30人の方がプールの展示スペースに続々と入っていきました。多くの方が今日の展示再開を知らなかったようなんですが、皆さん来てみてよかったと喜んでいましたよ。21世紀美術館ではゴールデンウィークにスイミングプールの地上部分の展示を先駆けて再開することで、美術館や金沢の町に多くの方が来て、さらには石川県のにぎわいにつなげていきたいと話していました。輪島市の小中学校では待ちに待った学校給食が今日一斉に再開しました。学校では子どもたちが美味しそうに給食を頬張る姿が見られました。輪島市では水道施設などの修繕工事が完了し、校内にある調理場などが使えるようになったことから、小中学校での学校給食が今日再開しました。地震の影響で同じ町内にある門前西小学校の児童を受け入れている門前東小学校での地震後初となる今日の給食は、子どもたちが大好きなカレーライスです。今年入学したばかりの1年生にとっては初めての給食とあって、子どもたちは担任の先生から食器の置き方や牛乳パックの飲み方などを教わります。合掌、いただきます。いただきます。美味しそうにカレーを頬張る子どもたち。いつもと同じ味で美味しい。お弁当も美味しかった。でもやっぱり給食の方が良いですか？うん、お弁当にカレー入れないから、うん、だからカレー一つも食べて美味しい。初めての給食どうでした？美味しい。給食になるとやっぱり子どもたちもすごく嬉しそうに食べている様子が見られたので、それはすごく良かったなと思います。門前東小学校は避難所となっているため、以前のように全校生徒がランチルームに集まって一緒に食べることはまだできませんが、久しぶりの給食に教室には子どもたちの笑顔が広がっていました。ガルガンチュア音楽祭に出演するアメリカの合唱団が能登半島地震の発生時刻に合わせて被災者に歌声を届けました。アメリカを代表する男女の混声合唱団ロジェー・ワーグナー合唱団は、東日本大震災などの被災地で慰問活動を行っています。金沢駅の鼓門前では今日午後4時10分の地震発生の時刻に合わせて、合唱団が被災者に心を寄せ歌声を披露しました。Have an opportunity to come here, especially this kind of set time, and we sing our songs to comfort these local people in Kanazawa. It's such an honor. And then, ロジェー・ワーグナー合唱団はこれに先立ち、被災地からの避難者が多い津幡町でも被災者を歌で励ましました。長谷知事は金沢市や野々市市の避難所を視察し、避難生活を続けている人の現状を把握したほか、課題を探りました。やっぱり水やね。はい、水ですね、はい、私も水が出れば帰りたいなと思ったんですけど、はい、金沢市ぬかだに町のぬかだにふれあい体育館を訪れた長谷知事は、避難生活を続けている人と今の心境などを膝を割って話し合いました。この体育館には輪島市馴染地区の被災者が避難していて、多い時には143人いましたが、現在は仮設住宅やみなし仮設などに引っ越し、38人が暮らしています。また今月14日以降は馴染地区に昨日完成した仮設住宅に移る人も多いということです。連絡が来たんです。まだはっきりして、長く住める住宅を作ってくださいってお願いして、はい、その通りにしていただきまして、本当にありがとうございます。まずは第一段階ですから、はい、福祉的ないわゆるコミュニティセンター、はい、集会所、
などが必要だということは聞いていましたんでですね、はい、あとそれ市の方でまた設計して対応しておられますので、はいはい、人が集まる場所がやっぱり提供できるのじゃないと、それこそ災害孤独死の心配をせざるを得ません。高齢化率の高い地域ですから孤立化させない、これは最大のやっぱり理由です。長谷知事は8カ所の仮設住宅に集会所などのコミュニティ施設を作ることを明らかにし、介護サービスも行うことで高齢者の孤独死を防ぎたいとしています。労働者の祭典メーデーが今日金沢市内で開かれました。労働環境改善への団結と地震からの復旧復興に向けた幅広い支援を展開することを確認しました。連合石川のメーデー金沢中央大会には主催者発表でおよそ1300人が参加しました。今年のメインスローガンは地震の復旧復興に向けてみんなで支え合い助け合おうです。フェーズが変わったとしても被災地の皆さんのニーズに沿ったご支援をしてまいりたいというふうに思っているところでございますので、ぜひ皆さんのご協力もいただきたいと思っております。今年の春闘では先月26日時点で139の組合で妥結し、平均の賃上げ額は1万3058円と前の年よりおよそ3300円増えています。引き上げ率も 4.49% となっていて、賃上げに向けた取り組みを評価しました。また今日は会場に輪島市朝市組合のメンバーが魚の干物などを販売する出張朝市が設けられていました。生活に必要な、水が使えない状況、そこが一番困ってますね。普段買わないようなものにもやっぱり支出が、お金の面では不安が多いですよね。連合石川では加盟の組合員をボランティアとして派遣し、家財の運び出しやがれきの撤去、ニーズ調査などに当たっていて、今後も生活者支援を継続していきたいとしています。北陸電力の2023年度通期の決算は最終利益が過去最高の黒字となりました。また志賀原発について松田浩二社長は、能登半島地震による安全上の問題はなかったと説明しました。原子力規制委員会は先月12日、志賀原発の敷地内やその周辺の断層について、今回の地震により活動した痕跡がなかったとする北陸電力の説明に一定の評価を示しています。地震のですね、知見、これは我々も、国もいろんなことを収集されていると思います。我々も大きな教訓も得ました。この知見をですね、しっかり生かしながらですね、この審査に反映していって、地元の皆様にご安心のもと、この審査をしっかり進めていきたいというふうに思っております。昨日開かれた決算会見で松田浩二社長は、今回の地震により外部電力をはじめとする電力設備に被害が生じたものの、原子力の保安に関する安全上の問題はなかったとの見解を示しました。北陸電力の今年3月までの昨年度の決算は、電気料金値上げの影響などにより最終利益が過去最高の568億円と3年ぶりの黒字を計上しました。一方、今回の地震による損害額はおよそ610億円に上り、復旧工事費として過去最大となる451億円の特別損失を計上しました。季節の話題は能登から、鮮やかに咲く深紅の花の便りが届いています。能登町にある万年寺では今年も400株を超える能登霧島ツツジが咲き始めました。およそ3000坪の境内に咲く万年寺の能登霧島ツツジは、今年も美しい深紅の花が咲き始め、訪れた人たちの目を楽しませています。地震で万年寺では本堂をはじめ、能登霧島ツツジが植えられた庭も大きな被害を受け、住職の久保清流さんは今年のオープンガーデンを諦めていたと話します。地震
震による揺れによって落ち葉等もすごい量で、とてもとてもこの開花の時期までには間に合わないなとは思ってたんですが、はい、こうした中、大勢のボランティアや友人らが駆けつけ、寺の片付けや庭の清掃を行い、庭園の開放にこぎつけたということです。真っ赤に色づいたこの庭園を見ていただいて、地域の方らに元気になってほしいというのがまず一番の思いで、なんとかこの花の開花の時期までに準備をしてきました。万年寺の能登霧島ツツジは今週末に見頃を迎え、今月10日頃まで楽しめるということです。雲の様子です。西日本や東日本に前線や低気圧に伴う雲が東西に長く伸びています。明日朝9時の予想天気図です。前線や低気圧は日本の東に離れるでしょう。本州付近は帯状の高気圧に覆われる見込みです。全国の明日の天気です。北海道から九州にかけて広く晴れるでしょう。関東と東海は雲が多めで、朝まで所々で雨が降りそうです。ただ次第に天気が回復し、午後には日差しが出てくるでしょう。明日の県内は朝からすっきりと晴れる見込みです。日差しがたっぷり届きますので、洗濯日和となるでしょう。明日の能登は一日を通してすっきりと晴れる見込みです。輪島の最低気温は9度と今日より3度ほど低く平年並みの予想です。最高気温は17度と今日より2度ほど高いでしょう。加賀では明け方まで雲が広がりますが、日中はすっきりと晴れそうです。金沢の最低気温は11度と今日と同じくらい、最高気温は19度と今日より4度ほど高く、日差しが届く分暖かく感じられるでしょう。県内の週間予報です。あさって金曜日から日曜日にかけて広く晴れてお出かけ日和となりそうです。月曜日と火曜日は低気圧や前線の影響で雨が降るでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。特に金沢では日曜日と月曜日は25度以上と夏日になりそうです。お出かけの際はこまめに水分や休憩をとって熱中症にご注意ください。全国の週間予報です。あさって金曜日から日曜日にかけて広く晴れるでしょう。月曜日は西から天気が下り坂となり、西日本を中心に雨が降りそうです。火曜日は多くのところで雨が降るでしょう。紫外線情報です。明日は日差しが戻り、紫外線は極めて強い予想です。外出の際は帽子や日傘、日焼け止めクリームなどでしっかりと対策をした方が良さそうです。ここまでお天気でした。続いては特集です。連日大勢の来園者でにぎわっている富山県の砺波チューリップフェア。このイベントに能登半島地震で被害を受けた輪島朝市の店舗が出店し、伝統の味が人気を集めています。300品種300万本のチューリップが彩る砺波チューリップフェア。満開宣言が発表された園内には、おとといも国内外からの大勢の観光客でにぎわっていました。チーズめっちゃいい感じ、なんかに送りたいね、はい、そんな園内の一角に、ありがとうございます。どこから来た？輪島から。へー、何もまだ1月1日から何も変わっとらん、ね、ねえ、みんな一緒やけど。輪島朝市で人気の塩辛などの海産物を製造・販売している輪島市の南谷義恵さんは、砺波市で働く中学の同級生の紹介で出店しました。
頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最大震度7を観測した能登半島地震。輪島市の観光名所朝市通りでは、地震で発生した火災で200棟以上が焼け、およそ5万平方メートルが焼失しました。南谷さんもここで店を出していました。ここがね、私のお店で撮ったとこなんですよ。ここの前に出とったんです。小屋建てて。輪島市生まれで、小さい頃から毎日のように朝市に通っていた南谷さん。17歳の時に出店し、6年前から自ら手作りした商品を販売しています。で、朝市が大好きで、ここ朝市っていうのは私たちこう海産物を扱う人間にすると憧れの場所なんですよね。朝市に出たい。あの日、炎に包まれた朝市通り。南谷さんは多くの知人や商売の仲間を亡くしました。あそこ全部火事ですよ。ここから先全部火事。焼けた通りに少し足を進めますが、やっぱりここ先は足すくむ感じですか？すくむっていうよりも、あんまりなんか見たくないし、行きたくないなっていう、悪い。みんな仲間やしね、あそこにおるし、眠っとる人たち。だからなんかその遊び半分で入りたくないなっていうの、朝市から車で15分ほど離れたところにある加工場や実家も深刻な被害を受けました。塩辛の隠し味として欠かせない能登半島地方特産のいしるを保管していた倉庫は倒壊。難しいでしょう。使えなくなりました。いしるの製造には5年以上要しますが、奇跡的に残った30キロのいしるを使って伝統の塩辛作りを金沢市内の加工場で再開しました。まだまだ復興してないから、皆さんのまだご支援が必要なんですよ。本当に皆さんのお力をお貸しくださいっていう、はい、お願いです。そして一昨日、都並チューリップフェアの会場の一角で南谷さんの商品が販売され、多くの人が訪れ買い求めていました。せっかくなので何か、はい、美味しい塩辛なんかいかがですか？塩辛ですか？はい、これが輪島独特の麹が入った塩辛になります。あ、じゃあこれください。はい、ありがとうございます。輪島から発送できないっていう時期が結構長く続いたので、はい、友達の富山 の、友達のところに来て発送してました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあ一生懸命頑張っていらっしゃるし、何かできることがあれば応援したいなと。これ朝市って書いてある、はい、たくさん壊れたんですね。たくさん買った。ね、早くね、良くなってほしいね。輪島の町を復興してもらって、でまた賑やかな輪島朝市に戻りたいと思っています。やっぱり輪島の女性は強いってこの間言ってられたと。今でも、あ、そうです、輪島の女は強いんです。はい、負けません。
チューリップフェアは県内外から多くの方が訪れていますよね。直接会話をしながら販売することで、能登はとどまることなく頑張っているよという気持ちは必ず伝わるでしょうし、朝市の魅力に加えて支援の輪がさらに広がってほしいなと感じました。3月に金岩で出張朝市をした際に南谷さんお会いして、すごく嬉しそうな表情をしていたんですよね。チューリップフェアでもたくさんの、ね、笑顔がこぼれていたんじゃないでしょうか。あさって3日にもチューリップフェアでお店を出すということです。明日の特集はこちらです。能登半島地震で酒蔵が崩れ、小松市で酒造りを続ける輪島市の酒蔵が久々に里帰り。再起と酒造りの狭間で揺れ動く当時の思いとは。能登の食材をたっぷり使い、老舗和菓子店が手掛けるソフトクリーム店が今日金沢駅にオープンし、人気を集めています。期間限定でオープンしたのは、金沢の老舗和菓子店森八が手掛けるチョコレート菓子店アンフィニの金沢駅店です。店舗で販売されているのはフランス産のチョコレートと能登で採れた塩を合わせたオリジナルソフトクリーム。コーンの代わりには竹炭で作ったモナカの皮が使われ、中には奥能登産の能登大納言のこしあんが詰められていることから、食べ進めるとソフトクリームから和菓子のモナカに変化するのが特徴です。また金沢駅店ではソフトクリームに金箔が振られ限定仕様となっています。美味しいです、はい、金箔も乗ってて金沢らしくていいと思います。まあ、主に観光客の方が多いと思うんですけれども、地域のやっぱ食材の良さをですね、味わってもらいたいなというふうに思っております。アンフィニ金沢駅店は来年5月6日まで金沢百番街アンと西の百番キッチンで営業します。今日から5月で地震から丸4ヶ月となりますね。日常が戻ってきているところもあれば、まだ道半ばなところもあります。この大型連休で本格復旧に向けて、より大きく前進するといいですよね。では、あったはまた明日です。失礼します。